こんな時ですが、ごゆっくりどうぞ。え、それベッド？体痛くなりそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ん？ってことでさ、なんだ、私は今一体、あ、そっかそっかそっか、暗闇を抜けてここに出てきたところで終わったんか。これ何？なんか壊せる？壊せんか。押せる？いや、なに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 ？え？え？なんかこの壁変じゃない？気のせいか。なんか、開いたね。ぐわおー！お前戻ってきたのか？あ、ここに出てきた。下に落とされたとこよね。地下牢を抜け出せたのか。マリオごときでは絶対無理だと思っておったのに。あ、もう一回戻ってきたら通してくれるって言ったことね。ちくしょう。仕方がないから通してやるわ。覚えておけよ。うわ、ちゃんと約束守ってくれる。え、でも通してやるって言われたけど、もともとこっちから来たんよね。こっちから来て、どこ通るん？あ、開いた。君扉やったんやな。え、でもさ、なんかさ、ちょ待ってね。この辺とかもなんか通れるやない？通れんの？え？通れんのや。なんか同じようにさ、なんか開きそうじゃない？なんかさっきまで喋りよってやつが、真ん中からばっかり開くの？気持ち悪いけど。あ、そろそろ？いや違うか。まだ回復ないもんね。ん？これは、上は何なんやろ？なんかこっちがメインの道っぽい感じがしたけど。え？なんかいっぱい行くとこあるな。え？なにこれ？倉庫や。あれ？話せる？あーん、なんだおめえは。見かけねえ顔だな。まさかマリオだったりして。へへへ、冗談だよ。あら、マリオの顔を知らない。俺は物置の見張りで退屈してて参ってるんだ。よかったらここにあるものを売ってやってもいいんだが、おめえコインは持ってるかい？持ってたっけ？なんだい、嘘言っちゃいけねえよ。ゼロだったか。ゼロだったか。え、ってかショップがあるんやね、ちゃんと。なるほど。まあ、でもこの辺でなんか色々と、もう整える段階に入ったってことか？こっち側なんやろ。はい、右の部屋。え、へぇー逃げてしまった。ちょ、待って、行くね。え、当たるんかい。斜めにも飛んでくるんや。やめてよ。ちょっと一回先に進んでみて。めっちゃおるやん。やめて。いや、これは、やっつけんでも進めるな。あ、でも、こっちの方が、え？いや、メインの道ではないんか？あれ、こっち行ける。ほう？なんか、どんどん進んでいくけどさ、さっき上に、あ、こっから上に上がっていく感じ？そう、上にね、あ、鍵がかかっとる。ん？は。え、なに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 、あ、水、え、水、あ、これで何、水で上に行ける。え、待って、これってさ、もう下に戻れなくなったんやないん？え、そういうことよね。これもう一回引いたら水消える？あ、消えるんや。なるほどね。なるほどね。こんだけの量の水が自由自在に。びっくりした、もう戻れんくなったかと思った。あ、ここでおぷくさんやね。よし、行こうぜ。ん、おぷくさんってことは普通に水中も潜れるんやね。あれ、てか普通に出入り口ここに。あ、出入り口結構上の方まであるんやね。はい、で、ここに上がっ
出せて。はい。あ、ジャーンプ。あ、で、あれか、ピンキーだね。ほんとなんかみんな使っていく感じ。あ、はい、すいません。はい、ドーン。んで、はい、スイッチ。おお、おお、あっち側まで渡っていけるようになった。なんかすごいね、めっちゃ仕掛けが。え、ってかもともとこんな仕掛けいっぱいあるん？それともこれ全てクッパが作った感じ？あ、こっちも水や。もうこれ全てクッパが改造したんやったら、それはそれでなんかすごいよね。なんもないところからここまで改造するの。これはさらに水が増えたってことよね。ってことはさらに、え、水位変わってない、どういうこと？ポップックさん、あれ、待って、どこだここは。あ、え、鍵がある。あれ、水位変わっとんか。お城の鍵ゲットで、ここから多分2回分水を減らすんか。あ、ってことは水位変わっ、え、さっきからこんな感じじゃなかったっけ。分からん。とりあえず一回水抜きに行こう、両方の。お、ぽくさん水中以外普通に移動しよるけど、しんどくないんかな。絶対なんか水が足りなくて死んでしまう気がするんやけど。あー、さっきのここか。なるほどなるほど、全然違ったわ。全然水位違ったわ。変わってないんかと思った。で、次こっちの、はい、そこも水位を下げまして、で、ちょっと一回鍵開ける前にもう一個ね、あの、まっすぐ行ったところにあった扉も入っていこう。あっちがメインかなと思ったんやけど、勝手に。そうじゃないっぽいけん。確実にね、鍵開けて進んでいく方がメインよね。なんとなく、あの、なんていう、まっすぐ進んでいける方がメインかなと勝手に思ってしまったんやけど。あ、ここあれか。敵がいっぱいおるとこか。あ、でもこれまっすぐ進んでいったら全然大丈夫やわ。壁沿いに。この下何があるんやろ。なんか役立つものあったりせんかな。こっちこっち。ん？なんか地下に続く。あれ？あ、ここに繋がっとる感じ？あれ？気づかなかったのか？待って、やっつけようや、こいつ。こいつやっつけて。はっ。あれ？これは、ジャンプ攻撃はちょっと、ちょっと、ねえ。めちゃくちゃに泳ぎ回り、敵全体を水で攻撃。水鉄砲。まあ、どうせ回復。回復。え、あれよね。回復のとこってハートだけじゃなくてフラワーポイントも回復できるよね。わからん。ちょっと一旦やめとこう。え、仲間呼ぶ？おいー。呼ぶなよ。呼ぶなよ。ちょ、ガツンハンマーにしよう。
ガツンハンマーやったらもうさっき行けとったかもしれんな。水鉄砲。は、今のはナイスにはならんのか。え、やめて。めっちゃ怖いんですけど。え、この状態で攻撃できる？あ、効くんや、ちゃんと。よかった。やっつけれるかな。やった！ナイス。あ、よかったよかった。攻撃される前に。やった！これで出せるやん。牢屋の鍵ゲット。さあ、みんな出るんだ。あ、ここ回復あったんじゃない？え、あそこよね。出てこいよ、みんな。え、言う言葉変わらないの？言う言葉変わらないんすか？私、脱出できるように開けたんですけど。あれ？もしや言葉ちょっと違う？はるばるカラカラタウンからキノコ城のパーティーにやってきてこんな目に遭ってしまいました。ここの牢屋って、あそことはまた別のとこ？なんか違う感じ？まさかこんなことになるなんて想像もしてませんでしたよ。早く砂漠に帰りたいです。でも地下やもんな。落とされたところが牢屋やったけん。ねえ、これなんなん？なんもないん。ねえ、これなんもないん。ひそひそ。ここは心も体もリフレッシュでおなじみのキノピオ、マジで？休めるん？キノピオハウスではありませんが、よかったら泊まっていってください。泊まっていきますか？泊まる泊まる。こんな時ですが、ごゆっくりどうぞ。え、それベッド？体痛くなりそう。よく眠れましたか？眠れんやろうな。それでは元気でいってらっしゃい。おっといけない。静かにしなくちゃ。見つかっちゃう。ありがとう。やった。回復した。助かるー。さあ、それじゃあ進んでいくか。あそこに回復があるって分かっとったら別に、ガンガン技使ったのに。さあ、これでちょっと、ね、上の右側に戻っていこうぜ。そう、もう一個ね、お城の鍵持っとるけん、それで扉を開いて進んでいこう。あー、待って、敵が。やめてくれ。いやー、来ないで。怖い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 。めっちゃ怖い。こっからしばらく敵おらんかったよね。ここに敵おったとしたら水没するんやけど。辛すぎる。はい、お城の鍵。開いたつもりで進んでいきよった。こっちはなんもない。なんかあのキラー黄色いな。いた。いた。あ、こういう感じ。え、待って、攻撃したつもりじゃないんやけど。でもこれやっつけんかったら進んでいけんってことか。そういうことよね。だってジャンプで登れんってことやもんね。やべえ、ハッピーじゃねえよ。ハッピーじゃねえよ。ジェット噴射。ジェット噴射しよう。え、なに？ B、A、下を順に押そう。うん。え？下、A、B、A。え、効かねえ。うわ、フラワーポイントだけ無駄に消費してしまった。出さないでください。いや、ここで星の背はもったいなさすぎる。ガツンハンマー。でもガツンハンマー使わんでもこいつらいけるんやねん。ほらほらほら。もったいないことするとこやった。あ、なるほどね。てか、泣きよるキラーめっちゃ可愛いんやけど。こいつらあれか。あの、キラー出さんかったら、本体は攻撃できん感じか。
ね、そういう感じよね。普通のハンマーでいっか。待って、こいつらってさ、攻撃力どれぐらいなの？違う、攻撃力どれぐらい？体力どれぐらいの？なんか出てき方が。これ、ここでめっちゃスターポイント稼げるんやね。いや、でもスターポイント、ああ、そんなもんでやっつけれるんやね。なるほど。これもしかして普通のジャンプの方が。何も効かない。なるほど、そういうこと。何も効かんのや。じゃあやっぱハンマーか。でもこいつらさ、防御めっちゃ高いんよね。ね、防御めちゃくちゃ高いんよな。何も効かん。え、1ずつしかいけん感じ？あ、それか。防御力無視のアカリンでいけばいいんやねん。ね。攻撃を受けてしまったぜ。ナイスで2やもんな。で、ここで、ビリビリー。いいぞ、いいぞ。いや、ここで防御力無視のね、こういう時強いね。まあ、こっからはポイントを稼ぐ稼ぐ。でももうあかりんやってきたけんね。速攻でやっつけれそう。もうこれでやっつけたんじゃない？あ、届いてなかった。なんてことだ。ハッピー。まあ、攻撃さえ食らわんかったら、回復もしていくし、いっぱい稼ぎました。見て、34スターポイントやってやばくない？めっちゃやばくない？そしてコインも、うえ、またおるやん。もういいって。はい、オッケー。ほらほらほら、めっちゃ稼げる。あ、スターポイントも出してくれた。スターポイントじゃない、フラワーポイント。また飛んできそうじゃない、ほら。じゃあここでレベルアップってことやね。まあ、でもこの攻撃を食らった時ね、食らった時が結構ダメージ高いけんね。そこだけ気をつけとかんと。でもそろそろクッパー出そうじゃない？あ、はぁ。あ、そっかそっかそっか。なんで終わったんかと思った一瞬。イェーイ、レベルアップ。やった、回復したわ。これで、どうしよう、フラワーポイントかな、バッチポイント。多分、前回私バッチポイント上げて、次はフラワーポイントやなって言ったような気はするんよね。フラワーポイント行くか。まあ、だってもう、ね。もういて、もうお城なんで、できれば、この先にショップを置いといていただきたかったね。え、だってこれでさ、稼いで、あっち戻って、でしよったら、うわ、やば、81。戻ってきたらさ、なんかまたキラ、復活してそうやん。お、ここで終わりや。よしよしよし。え、なになになに、誰君。やめてよ、やめてって。あれは？押せないのか。ね、やめてって。なんか出てきた。ちょっと、アイテム。スーパーキノコなんやけど、 HP が10。これ自動的に使えるやつか。で、10。どうしよう。攻撃、敵を消える。
敵を蹴る。でもクッパとかになったら必要な気がするな。何が起こるかな。一回は使ってみたいんよね。でもいつも戦闘になるとさ、え、行き止まり？あ、これ押せる。さっきの二つ汚染かったよね。あと一回ぐらいレベルアップしたいな。だってあと一回ぐらいレベルアップできそうやもんね。あ、動いた動いた。こっちは？痛い。こっちは動かんねん。ここに来てさっきいっぱい貯めた。あ、でも回復ポイントがないけん、多分まだクッパではない。この先に鍵があるんか。あ、ある回復。え、ちょっとさ、回復ポイントとセーブポイントの間に敵を置かないでくれないかな。回復とセーブは隣に並べて置いといてほしいよね。あれ？待って待って、いて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 、なんか最初から空いとるところと今空いたところがあるんやけど、待って、ギリギリいけてない。もう捕まりたくないです。え、待って、めっちゃ回復したいんだけど。あ、でも一応あれか、自動回復が一個あるんよね。あ、鍵あった。え、大丈夫？なんかすんごい罠かってぐらい堂々と鍵が一個だけドンとあったけど、絶対あれ敵出現するパターンやん。え、でこのさ、ちょっと来ないで。待ってって、違うんよ。あ、動かせた。いや、ちょっと動かしてる途中やろ。こっちは？こっちは偽の道とかかな。罠じゃないこれ。違う。あ、罠じゃないんよ。あ、じゃあフェイクの道やけん、ただの行き止まりってこと？なるほどなるほど。もう確実にチェーン外れて、なんかマリオぺったんこにされる感じかと思ったよ。そういう罠なわけではないのね。なるほど。よし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 。じゃあちょっとここでもう一回回復しとこう。やばかった。あそこで死ぬかと思ったよ、もう。で、この後、セーブポイントがあったよね。セーブポイント前に、敵はやめてください。はい、セーブします。しゃー。そろそろクッパかな？まだ大丈夫かな？お、また君か？動かせるんかな、この辺。ん？動かせない。ねえ。うおー、まさかお前がここまで来るとは思わなかったぞ。あれですか？意識は他のさっきのやつと共有してる感じですか？だがそれもここまでだ。なぜなら俺はお前なんか通してやらんからだ。悔しいか？ざまあ見ろ。ガッハ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 。また落とされたりせんよね。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターをフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。